今回ご紹介させていただくのはモデル、女優、そしてコスプレイヤーの桃月梨子さんです。1995年11月8日生まれ、身長は161センチです。高校3年生の時に友人に誘われて地元のコスプレイベントの参加をきっかけにコスプレイヤーとしての活動を始めた桃月さん。少しずつファンを増やしている時期に事務所から声がかかり、すぐに雑誌デビューしました。2018年時点で桃月さんは美容クリニックで准看護師として働いていました。雑誌デビューした当時、世間では可愛すぎるナースとして300万 PV を叩き出し、1日でなんと2万フォロワー増えたことが話題になります。有名人が始めた SNS などが1日で数万フォロワーいくことはざらにありますが、ほぼ無名でここまで伸びるのは本当に彼女が魅力的だからだと言えます。また趣味はコスプレ、漫画、ゲーム、ピアノ、家族全員がゲーム好きであり、特に好きなゲームはキングダムハーツ、ポケモンシリーズだそうです。ゲームのキャラクターのコスプレをすることも多いのでゲーム好きだというのも納得です。ちなみに桃月というのは好きなゲームのキャラクターから取ったそうで、梨子は高校生時代のあだ名らしいです。2022年には自身の YouTube チャンネル、桃月梨子のなんかやるチャンネルを開設し、主にポケモンカードの開封動画をはじめとする動画内容になっています。質問コーナーでは自身のサバサバとした性格で淡々と質問に答えていく姿を見ることができます。2023年は引き続き昨年よりも勢いを落とさないように、どの仕事も期待以上のもので返せるようにして、桃月梨子を使いたいと思ってもらえるようにしたいですとコメントしているので、今年も彼女から目が離せません。いかがだったでしょうか。気になった方はぜひ作品の購入、 SNS のフォローよろしくお願いします。当チャンネルではこのような動画をたくさん紹介しているので、いい出会いを感じていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回もご視聴いただきありがとうございました。